りのご支援をさせていただいております。実績として月に50万円の利益が増えた、また月に400件の買い取りが増えたなど、たくさん嬉しいお声をいただいております。ぜひ買い取りを強化したいという方は下の概要欄からお問い合わせください。それで小暮です。さあ本日はですね、インクの若林社長にお越しいただきました。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。インクさんといえば、はい、中小企業や、スタートアップベンチャーの融資のサポートの門下集団だと。このチャンネルでも当時のコロナ融資のこととか、何度か対談させていただきましたが、本日はそのコロナの時って融資盛んに行われたじゃないですか、であれから2年ぐらい経って、で最近エクイティの方では、なかなかこう出資が厳しくなってきてるっていう話が、スタートアップ界隈ではかなり有名ですが、もし融資の方はどうなのかと。ロシアの戦争の件とか海外の株価暴落の件とかいろいろありますが、融資はどういう状況になっているのかみたいなところを改めてお聞かせいただけるとというふうにお願いいたします。はい、最近の融資の傾向でいうと、一言でまとめると、新陳代謝っていうのが一つテーマかなと思います。国民生活事業っていうセクションの普通貸付っていう融資の件数の推移ですね。例えば教育ローンとかそういうものを省いた事業用の融資の推移なんですけど、ここまでがコロナ前 で、ここからコロナ後なんですけど、コロナ以後件数が爆発的に増えるのは、それは皆さんご存知というところなんですけど、直近ここ2022年の4月のところではもう件数がですね、コロナ前の水準以下に大きく下がってるんです、一方で1件あたりの金額を出してみると、1件あたりの金額はコロナ前より増えてるんですね。コロナ前は、年間での融資 件数が2万1000件ぐらい、2万1000件ぐらいに融資していて、1社あたりが740万円、でコロナの時はもうおよそ5倍ぐらいの社数に融資していて、11万社で融資していて、1件あたりも高くて900万だと。そこからぐわじわ下がって、コロナ前は2万1000件だったのに今は1万6000件まで下がったと。ただ、コロナ前は740万1社あたり平均で融資してたのが880万になってた、ここから読み取れることとしては、すごく端的に言うと、いいところに出し良くないところに出さないっていうのを割とはっきり決めたってこと。だから出してる金額の総額でいうと、そこまで減ってないですね。減ってないですね、今は言われてても、1400億ぐらいは融資してるわけなんですよね。そうなんですよね、だから融資総額としては、少し下がってるけど、そんなに大きな差はないが、件数は思いっきり減っていて、で1件あたりで計算してみると、1件あたりの金額は減っていない。でさらにここにはないんですけど、今日の日経で出てたところで、創業の融資っていうのは減ってるんですけど、創業前の融資とかっていうのは結構増えてる傾向にあるっていう記事があったんですね。要は本当に創業初期の方の融資とか積極的に行ってたりするみたいなところがあるので、そこから読み取れるのは、とにかく新陳代謝を図っていこうっていう傾向にあるってこと。もっとひどい言い方すると、ゾンビ企業はもう救済しません、コロナ融資でどんな企業とまでは言わないまでも、ちょっと苦しい会社さんにはおしなべて融資をして救済を図ろうとしてきたんだけれども、もうこれ以上は、もう融資がないと生きながらえないっていう会社さんは申し訳ないけれども、ちょっと救済しないよっていう方向に多分なりつつあるというふうに言える。ゾンビ企業ってどういう企業がダメですか？自社のこう売上とかキャッシュフローだけでは、もう事業が継続できない状態のことを言うとかです、でかつもう借り入れもだいぶ多いっていう会社さんだと思いますね。先ほどの話で、いわゆるこれから事業を始めるぞっていう人たちに積極的に融資をしていこうっていう方法の話がありましたが、フランチャイズに加盟するときに、融資って出すじゃないですか、とかで、お金を借りてみたいな感じなんですけど、そこがね、通りづらくなってるみたいな話を聞いて、特に脱サラ組、脱サラして、そこの退職金プラス、融資を受けて、フランチャイズで、独立開業していきましょうみたいなのが、融資が受けづらいみたいなね、これはなんかさっきの言ってることと、乖離があるなと思って、これはですね、創業融資の審査ポイントが絡んでると思ってます。で創業期の融資の審査ポイント、大きく分けて3つあるんですよ。代表者の経験、自己資金、それから事業計画、この3つなんです。で退職金とかはもう自己資金に充てるとすると、おそらく脱サラ組、自己資金の面は問題がないんじゃないかと推測します。
で事業計画も作ればいいし、さらに言えばそのフランチャイズ側の方でいろいろ実績があったりすると思うので、そういう事業計画の指導とかを受けれれば、そこは結構プラスに持っていけると思うんですね。となると多分問題は経験の方から、お勤めの経験は長いかもしれないんですけど、これからやろうとする事業と関連ある経験が長くないと評価できないので、畑違いのところから FC の力を借りて起業ってことになると、結構これが難しく評価されちゃうのかなっていうふうに。加えてこうフランチャイズの場合って結構何かしらの店舗系が多いかなって推察するんですけど、店舗って本当に経験がものを言うところが結構大きいかなと思っていて、例えば美容室さんとか居酒屋さんみたいな店舗系たくさん融資してるわけですけど、基本的にその代表者がコミットしてその現場で頑張るっていうところ、そういうのを想定しているので、誰かに現場任せるみたいなことではなくて、代表者が出て行った時にどういう経験が生きるんだっていうところを見るっていうところからしても、経験重視の傾向っていうところに寄ってるのかなって気がしますね。結構店舗型の人たちが融資を持んだ件数多いんじゃないかなって勝手に推察してるんですが、はい、そこで苦戦したから店舗型が売りづらくなったとか、そういうことはないんですか？ここまではかなりあったと思います。やっぱり飲食店の方とか特にですけど、やっぱマンボウの影響とかですごくダメージを受けられたと思うんです。そういう時期に新たに飲食店で起業しようって、いやこの時期に起業しますかみたいなんで、やっぱ結構しぶく見てきたんですよ、ここの 1,2 年って。なのでその余波はまだ残っていると。今後良くなっていくとは思いますけど、店舗系に対するちょっと渋い見方って多少残ってるような気がします。経験がなくて店舗型だみたいになってくると、なかなか苦しかったりする、そうですね、簡単ではないと思いますね。まあ、すでに、まあ、我々のように、まあ、起業してるんですよね。既存事業者たちは、融資を受けるには、どんなところを気をつけていけばいいでしょうね。まず前提として、きちんとこう筋肉質な経営を心がけていらっしゃる。皆さんそうだと思うんですけど、で、借りるタイミングで何ができるかっていうことなんですけど、小さいことの積み重ねではあるんですが、まあ、2つあるかなと思っています。1つは、資金シート、お金の使い道を、はっきりさせようってことだと思います。なんとなくこう運転資金でとか、ちょっとキャッシュポジション、保険預金残高を上げておきたいからとかいうことではなくて、しっかりこれに使うとこういう効果が見込まれて、こうやって伸ばせるからとか、あるいはこういう目的でこの設備投資をしたいとか、しっかり、資金指導を明確にした方がおそらくこれから通りやすいかなと思います。資金指導はなんだかんだ言ってみんな、まあ、伝えるじゃないですか。だから資金指導全く言わないで借りるってことないと思っていて、どういう資金指導だったら通りやすく、どんな資金指導だったら取りづらいみたいなのありますか？融資でいうとやっぱり一番いいのは設備投資ですね。何らか設備投資だってもう直接そのなんて内装工事だったら内装工事業者さん直接振り込んだりするケースがあったりするんです、はい、それってもう言い方悪いんですけど、ちょろまかしようがないじゃないですか、なのでそれはすごく融資しやすいんです、彼らにとって。事務的な煩雑さはあるものの、使われたものがしっかり資金効果が見られる、他に流用されないみたいな意味で設備資金はすごく確実性が上がると思います。 IT でも例えばウェブサイト作るとか、とかっていうのはもうこれも設備投資のうちに入ってくるので、オフィス移転とかをするタイミングとか、新規店舗出店みたいなタイミングっていうのはすごく融資との相性がいいんじゃないかなと思います、代行仕入れとかですか？どうですかね、今申し上げた設備資金とかに比べるとちょっと落ちるというか、難しいかもしれないですけど、ただ在庫自体の売れ行きがいいみたいなことがきちんと示せたすれば外然性すごい高いかなと思います。どういうその資金指導だったら借りづらいですか？なんとなく人件費とか人手が足りないみたいな、なんかこうなんとなくしちゃうのが良くないなと思います。例えば、営業マン1人当たりこのぐらい回れて制約率このぐらいだからこのぐらい取れてこのぐらい売上が上げれるんですみたいなものが見えていてしっかり示せるんだったら全然 OK だと思います、ね、そういうのがふんわりした状態で これからこれ売っていきたいから広告費みたいなざっくりしてるとちょっと貸しづらくなっちゃう。ざっくり500万の予算で広告したいっすみたいなのは、まあ、もうダメだよねみたいな。そうですね、今これだったらいいんじゃないですかって申し上げたのと共通して過去の実績を見たときに将来予測が立つから、だからいいですよねっていう話だと思うんですけど、これからまっさらにやるもの、実績がまだ上がってないけど今度新規事業でこれやろうと思って人いるんですとか、そういう持ってき方は絶対やめた方がいいかもしれないですね。そこの予算はもうさっき言った最初の起業する方々のところの予算にどんどんついちゃってる感じですね、だから新規事業でっていうよりかはもうすでにある程度業歴がある方に関しては既存事業の増加運転資金みたいな言い方の方が通りがいいか、エクイティで調達しづらい、デッドも調達しづらい、どうすればいいでしょうか？
これはすごく難しい問題だなと思ってます。